パクチョンアは大韓民国のバレーボール選手。大韓民国代表で韓国 V リーグの韓国道路公社ハイパスに所属している。富山広域市出身。小学4年時よりバレーボールを始める。地元の南西女子高校に進学後、急成長を遂げた。同校バレー部監督は、高身長ながら守備がうまく、公営でもリベロと交代させない。ライト。 センターと他のポジションもこなせると絶賛した。ユース代表を経て2009年のワールドグランドチャンピオンズカップにおいて若干16歳でシニア代表デビューを果たした。2010、11の韓国ビリーグドラフト会議でキムヒジンらとともに新生チームであるアイビック企業銀行アルトスの優先指名を受けプロ選手となった。翌2011 12シーズンからレギュラーとして活躍し、同シーズンの新人選手賞に輝いた。2015、16シーズンの2月27日、主要走るアルトスに対し、急追する現代建設との直接対決で、マクマホーンとキムヒジンが、故障欠場する試合であったが、チョンが32得点を挙げる活躍を見せ、アルトスのレギュラーラウンド優勝を決定づけた。この試合の活躍により、 レギュラーラウンド第6ラウンドの MVP を受賞した。2017年、FA 権を行使して韓国道路公社ハイパスに移籍した。韓国 V リーグレギュラーラウンドにおける個人成績は、下記の通り、ありがとうございます。